今回は居合一人稽古の番外編です。既存の居合道のイメージを捨てて自由な格好で肩稽古をしています。伝統を軽んじてるわけではありません。息抜きしながらの繰り返し稽古です。居合道とは、古武道の抜刀術を現代武道化したものである。主に単独の肩稽古を行い、鞘から刀剣を抜き出し納刀に至るまでの技術を一つの武道としているのは日本特有の文化かもしれない。起源として居合道の源流である居合術は、室町時代末期に林崎仁助重信によって創始されたと言われます。江戸時代以降には数多くの流派が生まれました。その中の一つに新影流があります。新影流は上泉信綱により1560年代に成立した剣術の流派です。新影流は上泉信綱より柳生宗利に伝えられ、柳生氏によって伝承されたため、柳生新影流の名で広く一般に知れ渡っています。宗利以降、宗則の江戸柳生と兵庫の助の尾張柳生とに分派する。新影流居合とは、尾張柳生家20代柳生玄長師範より鹿島清隆師範に伝えられ受け継がれた技であります。また居合道の特徴としては、剣術との相違点は、剣術がいわゆる立ち合いから始まるのに対し、居合道は普段の生活、虚に敵と出会う形が想定されている。抜刀術との相違は、主に刀を抜いた状態から試し切りを行う前者と、居合道では型を中心に鞘から抜きながら切る技術が重視されている。この後にシーズン7番外編では、いろいろな肩稽古の動画をお見せしますが、あくまで一人稽古の一部です。もちろん指導教範などではありません。武道、居合道に興味のある方の入門のきっかけになれば幸いです。
ご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。シーズン7番外編では、気軽に居合を始められるよう、最低限欲しい刀と帯だけで稽古してみました。興味のある方は、右下のチャンネル登録で、居合道ワールドへ入門してみてください。そしてまたお会いしましょう。